2020年の東京オリンピックに向けて、他に設けられる代表選考大会への出場権。かけた男子のレース、福岡国際マラソン、26歳の大迫傑選手が日本歴代5位の、時間7分19秒の好タイムで3位に入り、本陸上競技連盟が設定したタイムをクリして代表選考大会への出場権を獲得しました。東京オリンピックのマラソン代表、2019年の9月以降に設けられる新な選考大会、マラソングランドチャン、オンシップで男女それぞれ3人の代表を、うち2人までが決まります。25歳の竹野内圭樹選手が2時間1分1秒で代表選考大会への出場権を獲得ました。ノルウェーのソンドレモエ選手が2時間5分48秒のタイムで勝しました。低迷続く男子マラソン界、魔の星、大迫傑選手は東京都出身のに、長野県の佐久長聖高校では全国だか、連で区間賞を獲得するなど注目を集め、を解消しプロ選手としてアメリカに渡り、その年、5000メートルの日本記録を新しました。去年の日本選手権では50、0メートルと1万メートルの2タネで優勝して、リオデジャネイロオリンピックに出場しました。今年4月末、初挑戦となったボストンマラソンで、2時間10分28秒で3位に入り、低迷。続く日本男子マラソン界の期待の星とし、注目されています。大迫、いい緊張感だ。大迫傑選手は、タフなマラソンだ。30キロ過ぎて先頭から離れた。しっかり自分のリズムを刻もうとして、リムの落地幅を少なくして走り切ることできた。記録のことは考えず前の選手と死でも差を詰めようと考えていた。いい馬感だったし、最後は沿道の王に染むを押されたとレースを振り返りした。その上で今後に向けては気は 100% の自分を出せたが、1位との選手はそれ以上の力を持っていた子からも地味な練習を質を上げて、繰り返、ことでさらに記録が狙えると手応えを感じた。東京オリンピックのマラソンは大きい。城門大輔選手は、練習の質と量をこなって調整が完璧だ。高校時代は無名で、しくやっていた。京都産業大学で泥臭い、習をしてきた子が根底にあると思う。マラソングランド、ヤンピオンシップに出場できるチャンス、もらったので一番脂が乗った状態で、得るようにしたいと話していました。竹野内圭樹選手は、40キロ端のね、前後に15キロのジョギングを入れる、長い距離をしっかり走ってきたのが良った。大学時代に強い選手と同じことを、ていたら勝てないと考えて違う練習をし、うっと心がけて長い距離を走ってきた。2時間10分を切れなかったので差を埋めらるように練習していきたいと話していした。瀬古氏、日本記録更新も時間の、日本陸上競技連盟への瀬古利彦マラ強化戦略プロジェクトリーダーは、レアとの会見で、大迫選手が力を発揮し、くれて、すごくほっとしている。期待された上で臨む2回目のレースは難しいが、期待以上の走りでよく成長している。あ、パレダー。
気温が高く絶好のコンディションではなかったので、条件が良ければ2時6分台、5分台が狙え、日本記録の更新、時間の問題だと思うと話し、大迫選手、走りを高く評価しました。これがマラソン、強化の基本で、泥臭くね、していくこと、大切だと見解を話しました。また、瀬間選手と共に、2020年、京オリンピックの代表選考大会への出場権を獲得し、23歳の上門選手と25歳の竹之内選手、については、まさかこの二人が上位に入ってくるとは思わなかった。